はいどうも皆さん、おはこんばんちゃわ、大高実況の大ちゃんです。本日はこちら、なんかね、整形する人になりました僕。というわけで早速整形していきたいと思います。なるほど、パッチリお目目に、パッチリお目目になりたいと。かしこまりました、やらせていただきましょう。まず唇ですね。まあ、唇は僕ね、太ければ太いほど好きな、大好きなんで、めちゃめちゃ膨らまします。あー、かわいいやん。ね、すごいかわいい。もう唇でっかい人俺好きなんですよ。山本祐介さんとかね、志尊淳さんとか好きですね。ホモじゃないです。すいません。鼻は高い方がいいですよね。鼻高ければ高い方がいい。当たり前じゃないですか。というわけで、ははははははは。めちゃめちゃ可愛いやん。まあお気に入りねくださったみたいでありがとうございます。気に入ってくれてありがとう。はい、いらっしゃいませ。まあもう十分可愛いですけどね。私は好きですけど、まあ整形しちゃいましょう。おっつっぱ。こんなんは出かけりゃでかいほど家ですからね。まだ足んない。まだ足んない。まだ足んないですけどね。こっちもディルルルルーはい、顔お思ってたより髪型のせいでね、隠れてましたけど、思ってたよりお前四角いな思ったより四角いですね。削っていきましょうか。こんな細ければ細いほどええですからね。漫画だってね、めちゃめちゃみんな細いですから。もうちょっといける。もうちょっといける。いけ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 。いいじゃないですか。おっぱいでかくてね、顔は細い。めちゃめちゃモテそうやないですか。オーケーオーケーオーケー。こんなもんでいいですか。ありがとうございました。トインご利用いただきありがとうございました。大満足ですね。おっぱいはめちゃめちゃ大きいし、すごくスリムな顔。かわいい。はい、というわけでいらっしゃいませ。お、まあ、あなた、なんか、眉毛整えれば、まあ、全然大丈夫そうですけど、まあ、やっていきましょうか、じゃあ。まあ、眉毛になりますよね、そりゃ。すごかったですから。まあね、僕がね、僕の青春時代はね、みんな眉毛なかったですから、もちろん。ね、みんな眉毛なかった。ごめんね。ごめん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 。マジごめんマジごめん。ちょっと、整えるか、整えるか、ちゃんと。ちゃんと、あ、ごめん。あ、うん、まあまあまあ、こんなもんや。まあこんなもんや。あ、こっちもね。こっちも、あー、ちょっと待って、手が。ごめんごめんごめん。てかさ、これ難しいよ、お前。ちょっとさ、感度が良すぎてさ、感度下げたいんですけど、ちょっとでも、左右とのさ、やっぱり、あれがあるからさ、やっぱちょっと、左右との対比が大事だよな。こんなもんかな。はい、というわけで、ちぶさは先ほどももう、何度言わせたらいいんだ。大きければ大きいほどに決まってんだろう。ナイス。逆が。ナイス。はい、というわけで、とっても可愛い。ははははは。こんなギャルいたよね。こんな黒いギャルいましたよね。ははははは。すっぴんこんな眉毛の人いましたよね。ははははは。はい、というわけで、まだまだありそうですけども、まあ僕の施術、本日の施術はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。今日もまだ女性を幸せにしてしまった。こんなプレイボーイな DT でしたが、皆さんご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあの。